はい、ひと月満しみじです。えー、本日はですね、異常事態が起きているので、こうちょっと緊急でですね、安富さんと撮ろうと思いまして、えー、動画を回してるんですけども、まあ、異常事態というのは、ですね、実は先ほど入ってきたニュースなんですが、まあ、あの池田義孝の議員、自民党の安倍派の議員がですね、こう逮捕されました。えー、裏金ね、ね万。 まあこれはやったーということなんですけど、<laughs> えっと2つの異常事態があります。これまず、ですね日曜日だっていうことなんですよ、<ー>日曜日。で、あのー、これ、不分立みたいなものがあって、うん、やっぱ土日はね、動かないの、検察。だ,ねうん、だって、あのちょっと考えてみてください、皆さん、あの年末まで働いてたんですよ、あの人たち。 で通常は土日は動かない検察が日曜日にわざわざ動いてしかも身柄を確保するこの池田義孝議員に関してはですね事情聴取も終わり、えー、さらに強制捜査も終わりほとんどもう確定してるんですよなので、うん、あのもうこの日曜日にやらなくてもいいにもかかわらずなんでこんなに気合入れてんだ検察と。 いうののがまず異常事態の原因1でその次にですね異常事態ああとですねサムネになんで松本人志か入ってんのもあちゃんと後で説明しますからねあのこれどういうことかというと異常事態その2はですね震災があったじゃないですか、うん、で震災があったら普通内閣って混乱するし行政も混乱するえでもその状況の中でも動くこれはもう何言ったらいいのかな なんすさまじい変化が去年から継続して起きている。うん、で、去年のすさまじい変化といえばですね、まあ、やっぱりジャニーズ問題なんですよねで。で、途中からこの裏金問題がぶち込まれてきてですね、でさらに年末で松本人志と,というこの文春法の炸裂もありました。で、この2023年から動き出しているこの激動はですね、まあ、2024年。 えー、何が起きるか激動っていうことでですね、安富さんと動画を撮りましたが、まあそれをね、1月の2日に上げていますけど、いやもう、加速しております、カタストロフが。というわけで、えー、本日もですね、東京大学また教授の安富さんとですね、本日話をしていきたいなというふうに思います。安富さんよよろししくお願いいますいやー自民党日曜逮捕だよこれ 異常事態ですね異常事態ですよ正月にさなんかあの家宅捜索してるじゃないですかあのー正月とから年末で、ね、年末、うん、年末でしたっけど、うん、<の>いやとんでもねえよ多分なんから、まあ、あのおそらくはですね26日に通常国会招集がほぼ確定ですよね、うん、はいそうですで,で逆算したんでしょうね逆算したらあれ っ間に合わへんなってことなったんじゃないうん,う,んうん。だからもしえっ、ー、とこの池田さんの逮捕で「はいおしまい」うんうん、であればで、ね、日曜日にやる必要はないですよね。うん、ないですね。ないですね。うん、だからえっ、ー、とこれやってあれやってあれやってあれやってね26日までにあいつとあいつとあいつととか思ってたら、うん、あれ こいつのんびり話聞いた間にあおんあってことになって逮捕だー <laughs> っていうのが一つ。そうですね。もう一、ん、つはね、まあちょっとこの方さ、うん、完全にクスとくらましたじゃない。そうなんです。よ、池田義孝議員。とりあえずこれね、あの立憲昨日の段階で立憲されてるんですよね。で、大野安忠さんと池田義孝この二人が あの立件されてるんですけど、はい、池田議員はですね、もはや秘書も連絡取れずみたいな感じで、大野さんの方は、うん、左側が池田さんね。うん、で、池田さんの方がパクられてるっていうのは、これと逃げてるんじゃないのいや、だからあの、逃走の恐れありっや恐れありってことなんですっていうか、もう一つ、うん、この世で逃走してる範囲ではなんとかなるじゃない なるほどうんあ確かにねまあ,あのどういこの世で逃走してるっていうことはこの世以外に行くとしたらあの世に行くしかないと。であの一応この昔田中角栄とかも含んで巻き込んだロッキー移事件いうのがありましてですね私の記憶してる限りですね追いかけていた記者さんでそして確かなんかあの運転手の方2名がですね ちょっとこの世から逃走されてしまいまして。お会計、うちがね、一番通じてる、一番、あの、脳裏に浮かんだら、あの、新井証券さああ、なるほどね。はいはいはい。この方、なんか疑惑がかかって、直後に。うん。会見開いて。うん、この世から、とんずらされましたですよね。うん、いやー、そうですねって言ってもね、新井証券さんね、1998年にお亡くなりになったって。わからんって。わからへん。わからへんって。 <laughs> そ,そうだ <laughs> ね、まあ、あのえっ、ー、とー、まあいいです、そういう人いたんです、いたんです、いたんです。これ自民党の議員さんでも、うん、あのすごいすごい期待された、次世代のリーダーとされた人なんですけど、うん、疑惑がかかった直後に、うん、あの社会権を減らした直後にですね、うん、はいまあお亡くなりになったんですね。はい、うん、で,で、あの人はでもなんか、わりと潔い感じの人だったから、お客、うん、さん潔い感じ、全然しないんですけど、うんうん 検察こんなになんか姿をくらましてるとひょっとしてひょっとしてひょっとしたらそりゃ困るなというそ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 うだって池田義孝の上にいるのは萩生田ですから萩生田の上にいるのは森吉郎ですからこいつ逃げられたら困んねんっていう森吉郎とか萩生田はうんプチッいンリをかけて 嫌でしょ、そんななったら。いや、嫌な、いや、でもね、これね、あの2000年、ね、これ元旦っていうか、あの2日か、正月に公開した、新年に考える異常事態、日本の現状、2024年大変動、芸能、政治、まあ、経済、芸能、政治なんですけど、あのまあ、政治は思ったより早くこう動いている。で、あとね、松本人さん、何やばいよ。 あのどういうことかっていうとですねもう4人いるんですよ告発が、うん。あの文春で A 子さんと B 子さんでしょであとえっ、ー、と大塚さんっていう大塚梨花さんっていう方とでもう1人がえー、と遠藤麻衣さんっていうあの方で,でこの遠藤麻衣さんっていうのは何か元アイドルグループの方なんですけどもアイドル時代に受けた芸能界の嫌なことを告発する、えー、人をやってるらしいです。そういういい人人まででるのよで ジャニーズの件もそうだったけどもポロッポロッポロッブワーって増えてボーンって倒れたじゃないですか。で吉本興業が一番恐れてるのは多分それの二の舞になること、うんうん。だからそう考えるとこの検察の異常なスピードのこの進め方とかあとあの、このダウンタウンのこう「いやまだ4人だけじゃんしかもわかんねえよ」とかってあっという間にこの変化が、うん、こう2024年。 まあ地震で始まったるのもまさに激動なんですけどね。松本さんのあの、どうと、ん、出たかというツイートね。あれ、やばいでしょ。って、ちょっとね、都合にハマりまして。あ,<ー>あの、うおぉ、こいつ、<laughs> こいつ、なん <laughs> も分かってへんみたいなことなんですけど。そうね、そうね。いや、<ー>その話だけやったら。うん 時効にもかかってるしね、うん、損害賠償も請求されないし、うん、だ落ち着くのを待てば、おしまいの話なんですよ。はい、この話だけであれば。そうね、うん、だから、えー、唯一の方法は、黙ってるしかないそうです。ところがですね、わざわざ、この自分の都合のいいところだけ掘り返したことによって、うん 一切ないと言っていた吉本興業い一切このような人体一切ないとその一切ないっていうのが一気に小さくなったんでしかも松本本人が小さくしちゃったんですよそう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 これね裏金問題も似てるんですけどもあの裏金問題はどない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  せい査してる精査してる精査してる,精査してる合ガッシャーこんなかっちゃったけどあのこれはまだ自民党の議員はねきちんとやってたよそれに関してなんとか世間ごまかせからってやったけど吉本興業はねまず当該事実は一切ないえ何、うん、A 子さんもいないの B 子さんもいないのえそれともあの A 子さんと B 子さんは存在するけどこんな会自体は一切なかったっていうことなのとか別にとにかくこんなのはなかったんだって引きしを図ってたわけですよにもかかわらず なんかいろいろ思わせることができたわけですね。うん、そもそもこれは全てがセなんじゃないかっていうことが思った人は多いと思いまうんです。と、うんうん、ころこのとうとう出た例によってですね、うん、英子さんは実在するし、うん、小沢さんと一緒にいたのは明らかだ。うん、つまりパーティー必ず開催されていたっていうことが確実になり、うん、で、えー、その、まあ、だそこまでは、であとは合意の上だったかどうかだけが、 焦点になってしまった。いやー。ここまで一気に、ヒューンって縮んだ。せ <laughs> っかく吉本が頑張ってたってで、そこまで縮むとですね、うん、かなりの人は、うん、あっ <laughs> <laughs> あっ、うん、って思うわけですよ。あー、まあまああー、みたいな。うん、それで、一番焦点になるのはテレビ局、うん。そうね。 企業スポンサーですねそういう人たちはですね、えーとその、それが現実に起きたかどうかなんて関心がないんですよね。リスクにのみ関心があるでそういうことをやっている、つまり日常的にそういうアテンドと呼ばれる、誰かに女性をかき集めさせて、うん、それでそ飲み会と称するものをやって、うん、点々みたいなことを、あっ ほんまにやってはんねんなっていうことまでは確実になったですね。なってしまいましたね。うん。その段階でね、あの商品としては非常にリスクが。まあ <laughs> そうね。<laughs> そ,うねそんなことを全然やっていないのであれば、うん、リスクはゼロですよね。ゼロゼロゼロ。うん、そんなことしょっちゅう開いているけれども、問題になっていない。それ怖い <laughs> 普通に怖いうん。 うんでそれで文春がや文春がですね、これすべてせっていうことはまあ考えられないわけですよね。すべ、うんうん、て稼って、A 子さんも B 子さんも全部嘘ついてて、実際行ったこともないし、やられてもいないと、飲み会すらなかった、うん、ホテルにも行ってない、全部稼いでしたっていうレベルですよ。それはね、それはないよね。で、うん、でそうすると、ででそれからさっき言ったみたいに、そのもうすでに大塚さんと遠藤さんっていう方は。うん ポロリポロリとそう私はやられてやら,やられずに済んだが、うん、という話をしておられるわけですよね。ここまで来るとですね、あこれは大きな石が崖の上から落ちてくる可能性が <laughs> 2%ぐらいはあるなとかってとったらもう,もうちょっと怖くてね。そうよだって何億円飛ぶかわかんないですから。いや、もう何億どころか、何十億よ。いや、だってあの皆さんね、 あの、ま、あトンネルなのか、山道なのか、車でこう走ってるときに2、2%の確率で今落ちてきて、あの、あなたの、<laughs> あの車の上に、あの、ドキャーンって落ちて、<laughs> もうあの、ま、あよくて、えー、車が大破して、あなたは不事まあ、あ高確率で、えも、ー、う、まあ、お亡くなりになります。でもたった2%ですよ。大丈夫、大丈夫。みんな走ってるか走ってけよっていう風に言われたら、どう思う <laughs> いや、ちょっとそれ、ちょっと、ちょっと そういう国もあるけどさ。そ <laughs> ういう国もあるけど、一応日本はね、そうではないので。はい、だからやっぱこれは別にもうちょっと安全な方おられませんかっていうことになりますよね。そうそう,そう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 。なので、えっと、このツイートした瞬間にですね、うん、そこまでね乗り込まれました。問題はその,その全体状況なんです。うん ところが松本さんはですね、このエ子さんの件だけクリアしたらいいと思ってるわけですいや、もう、なわけないでしょ。<笑><笑>でも、そのビー子さんはどうなったんですかって、そうそえー、ほんでエ子さんだけ叩いてもビー子さんがいますよね、そもそも。文春の記事によると A 子さんはなんか3人で回されたというと,とてつもない。これでで、ビー子さんに関しては、あの文春の記事によると、えー、顔を間近に追加づけて、 えー、ん,なんか俺の子供を産めや君みたいな真面目な子に産んでほしいんだというふうに言ってて A 子さんはやられることはかたくなに、えー、なんとかガードしたけどもこれじゃ終わらんなっていうことで、えー、手で最後はなんとかしたっていうですねえこっちはいいのど,どういう基準なんこれ A 子さん <laughs> <laughs> え A 子さんは3人でやったからダメでこれもみ消さなあかんけど、えー、B の方は手でやっただけやから別にええやんけそんなんって そういう基準な。でも、分からへん。わからへん。もう意味がわからん。ピーコさんが問題ではなくてさ。うん、ポロンポロっていうのが問題なわけですよ。で。その、その全体状況。が自分の行く末を。左右しているということ。を認識していればです。新正解以外ないわけですね。うん、そうよ。 もちろん黙っていたからといって「週刊文春」が二の矢三の矢一切出してこないとかさ、うん、あの記事を見て誰かが垂れ込みをしてこない全く後続がないっていうことが起きるかどうかはそれは分かんないですよ。うんうん、まあ二の矢三の矢ぐらいは「週刊文春」なら用意してそうであるしうん、うん、記事を見た人がさらに垂れ込んでくるっていう可能性も結構高い。うんうん い <laughs> けれどもとりあえずそう,そうならないことを祈ってじっと黙ってるぐらじゃない,、うん、いところがその小沢さんという人はさああいうもの周囲にばらまくわ。<laughs> <laughs> あの週刊女性のあのー、が、えー、なんか小沢さんが、えー「この女だって喜んでるじゃねえか」みたいなスクショをね。 こういや、まっちゃん悪くないんですよ。この女は喜んでたぞ。ほら、見て見てってかって回しちゃってるんですよ。それ、やっぱり、まあ、めに入らないと思います、ね、まず。やめとけ、お前で。まっ <laughs> ちゃんがやるべきことは、お前、おさ何しとんねん。俺のこと思ってやってくれてんのかもしれんけど、そら、もう今黙っとけああ、NHK 降ろされた。あとで吉本に有毒さかに、お前の仕事ちゃんとするか。今は黙っとけ って言うべきヤのに、おざわはスクショを少しおましまくるし、まっちゃもそれ見て、ドゥードゥーてなって感じいやお前は大丈夫か <laughs> お前ら、リスクマネージメントという。まあ知らんねんな。吉本にお部に抱っこなんやな。<laughs> うん、まあまあ、本間さんが言っはったみたいにね。うん、もうとんでもない環境でずっといるわけですから、らまあはもうちょっと狂っちゃったんだろうと。<laughs> 40年間もさ、もうその辺で、なんかいくらでも湧いてくるわみたいな感じで、うん、ずっと生活してたんですね。まあだからね、あの裏金問題からスタートしたけども、まあダウンタウンも含めて、これ、意外と崩壊のスピード、速い。 すごいよく似てますよね。自民党の政治家さんたちは裏金とかいうのがワ,ワクバンバン湧いてきてさ、バンバンばらまいて、それで自分の,このなんていうの地盤を培養してですね。それな、当然でしょうん。それが政治ですよ。うん、え政治じゃん、金かかるんで、これやったらあかんのじゃあ、政治やったらあかんってこと <laughs> みたいな感じ。何をしろっていうんですか、私、政治家なんですよ、うん、って。 政治家というのは結局裏金を作ってばらまいて皆さんのご関心喜んでいただくのが仕事でしょうって思ってるわけですね、うん、それがえこれあかんのえみたいな、まあ、まあ芸人さんとかもねあの人気があったらえそれ女の子やってくるやんえ食ったらあかんのえみんなやってるよえっとためな や,ダメやっちゅうにって感じだけど、<laughs> ダメやっちゅうにって感じやけど、<laughs> だからまあ、うん、あの当たり前にだめだったけども、うん、あのー、あいつらだけは OK っていうのが、まあ許されなくなってきたっていう、まあ、そういう共通点はありますよね。うん、でよく似てるますよ。だからそれに問題はさ、例えばだから、今の池田さんが逮捕された。うん 問題はは池田なってことはないよねいやいやこれでちょっと皆さんにお聞きしたい人チャットラインコメントラ書いてくださいよもう <laughs> まさに自民党裏金問題は池田義孝議員こそが最大の問題じゃんって思ってる人どれぐらいいるの <laughs> で次にもう一個聞きたいもうねあの芸能界にはびこるこういうねあの女性に対する乱暴はダウンカウン 松本人こそが最大の問題であり、他の芸人は成人屈指で精霊潔白だ <laughs> と思った人どれくらいいるの聞いてみたいわ、俺は。聞いてみたいでしょ <laughs> だからさっき見た松本だからすごいなと思問題はさ、もうその芸能界にはびこってるそういう構造そのものに、うん、ここから上はダメですよっていう、ラインがシューって引かれちゃった。うんうん、そこが、それが問題の焦点だ。 松本人志だけの問題ですらない。うん。のにですね、松本さん、この運だよね、<laughs> 喜んどったんや。ついにデート出たか。っ <laughs> 考えてるって、ね。怖すぎる。おっと、ま、状況が。本当に理解できてないのね。ちょっとね。 いやそれどういうことかっていうとあの岸田首相と麻生太郎と菅義偉さんがですね、うん、池田したか逮捕された。これでもう裏金問題は解決だ,いいだあ。これで終了だ。さあ石川県なんとかせなあかんなとかと思ってたらいよいよ大丈夫かって感じじゃないですか。<laughs> <laughs> で、よく似てますよね。いや、すごくよ似<然>て普通に、あの、んかついて言うと、もう、皆さん、もう、何の関心も乗ってないとは思いますが、うん、あの、高東区の柿沢みとさんっていう方が対応されているんですよ。ああ、そうね。うんう、うん、うん。現職の国会議員は、すでにもう、去年の、対倒されてるんですよ。うんで。これは裏金じゃん表金なん表金でも、やったあかんことやったあかん。一期金規法にのっとって、収支報告書に書いているお金が問題な、うん、しかも、 問題になってる金額は、20万円。<laughs> 1>, 1万円。こういう単位です。表のお金が20万円、1万円で、買収であると。まあそら、そうなんやね、みんな。<laughs> そうなんやけど、<laughs> 今までは大丈夫だったじゃないの、なんで <laughs> っそーだってあの件はさ、だから、その、 区議の選挙期間中にお金を自民党の議員さんがばらまくのは全員やってることすうん、うん、全員やってることなんです。うん、だけど、その、対立候補を、っていうかその、自民党の議員を落として当選した人が自民党の議員になって金をばらまいている。うん、あるいは、えー、江東区長選挙が同時に行われているときに金をばらまいた。うん、これらの条件重なったことによって、買収って呼われてるんですけど。うんうん、いや 自民党の議員さんがそ、うん、の区議さんにお金をばらまくのは自分の選挙のことなんかもう全く考えてない、うん、自分の当選など全く目指さずにお金を渡してるっていう方が一人でもおられるんだったら教えてほしいいやそんなおんおられて皆さん少しはではなくものすごい部分は俺の選挙っていきゃ、うん、よろしくねっつって渡してるわけ当たり前やんなもん 当たり前や <laughs> これ買収じゃないんですか買収ですよ。<laughs> でもこれはね、地盤培用と呼ばれて政府なんですよ。でも、これまで今まではね。<laughs> これまでは。それも全部ダメ。ダメになったかもしれない。からないね、だって一,一気にさ、うん、書き算むとたは絶対大丈夫だと思ってやった。うん、だから、俺は、このやつ、抗議なんだ。 毎週なんかじゃないって言い張ってたんだけど、逮捕されちゃって、毎週、うん、でした、うん、で急にもう、<laughs> もう認めてるらしいんですけど、あ認めてるね。まあ、なのであの、裏金も今まで OK やった。うんまあ、ダウンタウンの松本人志さんのやってることも今まで OK やったのかもしれない。ね。で、柿きさん、水戸さんのやったことも今まで OK やったのかもしれない。でも、何も法律変わってないんですよ、皆さん。<laughs> 何も変わってないの。運用の仕方が、 まあ、日本風に言えた空気が変わっただけではい駄目別になんかあのなんやろファシストみたいな政党ができてですね議会の9割をねあの抑えて法律が変わったから裏金が駄目になったんじゃないんですよ現状の法律のまんまで空気とか流れが変わったから駄目、うん、これは恐ろしいことですよ恐ろしい大変化ですよ これなん俺、自分には関係ないと思うかもしれませんけど、例えば、ね、道路交通法ね。車の運転なさってる方はね。時速40キロ制限のところをさ、40キロで走る人は何人いますいやーん。<laughs> それでは CM です。<laughs> 複雑さを生きるバージョン2。1月10日に値上げ予定ということで、今のうちに買っておいてね、この激動の時代を生き残るヒントが満載だ買い方は YouTube 説明欄に書いてあるよ。<laughs> というわけで、えー、皆さんにお伝えしたいことがあるんですけども。 ですよ。みんなも今までは OK って思ってたことが <laughs> えっダメだこれえっダメだえっダメだろって何つ、うん、っていきますよ,たよ明日いきなりさなんか四十四十一キロで走って切符切られたらもう嫌やよ私も <laughs> <laughs> こんな国生きていけないっなりますよ <laughs> もう 逆に、あの、いい変化をもたらす場合だってありますよ。もうそうそう、この道は安全になりますよね。道は安全になるし、<laughs> まあ、道路交通法以外だと、例えば、あの、セクハラ絶対ダメ。いや、もうそうそう,そう。うん。これ、OK じゃないですか。だって、山手線のね、発生している、その、不法な性的行為。うんうん。うん、これを全部捕まえてごらん。 日本のサラリーマンは何割ぐらい減るんですかいや何割は言い過ぎかもしれないけど <laughs> あの結構役職級の人たちがあの12割いなくなっちゃうんじゃないかなっていう。全員捕まえてこないあれ、うん、<laughs> 天皇来ている。あのあ、ー、のまあ1月2日に予言したのはね経済芸能政治、うん、この3つじゃないですか。でこの経済芸能政治でこのカタストロフが起きるぞと。 え言ったけど芸能と政治はねとてつもない勢いでこう進んでおります。すうん、で、えー、ちょっとねあのー、今日ね一番怖い話してないんですけど怖い話する前に経済のちょっと状況を伝えておくとですね大規模金融緩和に関してはですね能登の,の,の地震のせいでマイナス金利政策の解除についてはちょっと慎重になったっぽいです。あれやっぱ。 自信が来たし、金利上げたれとか言ったら大変なお前は何もやねんみたいな。<laughs> <だ>怖すぎるわたな。ただ、これはあの皆さん、今まではそういう判断を下すという前提で、この官僚たちが考えていればという話なので、これちょっとまだ分かんないんですけど、現状ではそうなんです。ゲームのルールが変わってしまう、それ。そこでですね、あの、 一番、一番、一番、これから怖い話をします。もうね、はい、怖い話、ね。いやー、世の中ダウンタウン。うー、バツバツ、絶対やってるよ <laughs>。いつもいいこと言ってくれな酒がうまい、ぐびぐび,び。あー、君と酒いったよな。<laughs> 今日も酒がうまい。<laughs> えー、実はですね、この変化。皆さんにも。やってまいります。 <laughs> やってきちゃうんだなこれが <laughs> いやね色々いろいろあるんですけどそれについてねちょっとあの備えないと備えている人はねあのこれ大チャンスですだって、うん件のルールが変わってる状態でですねこうあのそのゲ変わったルールの方向で言ったら一気にうまくいきますよそうね人生逆転のチャンスですよこれはでちなみにあの 別に大丈夫でしょうって思ってる人はですねジャニーズ事務所が崩壊しても大丈夫だっていうぐらいの大丈夫さそういう権力を持ちだったら大丈夫かもしれませんあるいは自民党のお流れ問題でもう検察なんかひねりつぶせるぜと思えるぐらいの権力をお持ちなのであれば、えー、あの皆さんの生活そ,<れ>その人の生活やアメリカ合衆国大統領とか大丈夫なんじゃないですか <laughs> <laughs> そうじゃない人はこの2023年そして正確には2022年ね あの夏に山上容疑者がズドンと安倍晋三さんを打って以来のこの大変化の流れにのまれていきます。それがあのひたひたとやってきている、それをちょっと説明したいなというふうに思うんですけど、まあ、あの何度もしつこいようで言いますけど、1月10日値上げなんで、もう今すぐ買わないと、このヒントをねあの、満載の本ですから買ってほしいなと思うんですけど、いやね、何気に見た記事に、なんかこんこんなん。 載せるんやって思ったのがですね、これです。5年前の飲み会で俺がセクハラしただと<これ> <laughs> 会社役員が収めた昔のセクハラ問題セクハラパワハラに自業自あるのかっていうやつなんですよ。はい。これ安富さん知ってます？この記事。いやあのみ記事見たけど。はい。あの途中で読むのやめました怖くて。これねそもそもフローザスタイルって書いてるじゃないですか。はい。これどういう媒体なのかっていうと。 youtube チャンネルも持ってるフローザっていう、星場さんっていう人がね、運営してるんですけど、まあ、40代、50代以上のおっさんたちにファッションを教える。ああ、はいはい、はいで。あとファッションだけじゃなくて、ライフスタイルとかも教える。まあ、ごりっのおっさん用のメディアなんですよ。<laughs> 私も見てますけど、おっさん用メディアなんですよ。で、そこに、こういう記事が載ったことに、まず、うんうん。 もうびっくりしたのえでもこんなん言うたらさ、もう。読者離れるやってわったろ。マジみんな怖いや。で、で、これ、これ芸人の頂点とされる松本人志に向けられた文春法は年末年始の芸能界をザースかしている危機管理コンサルタントの平塚氏はこう話す。さまざまな芸能人が言葉を濁す中松本氏も出演した特番でン、えー、篠のさん、指原さん、指原ハ乃さん。あビハのさん。 指原さんのはっきりした物言いが話題になったと。でこれどういうことかっていうと8年前のことなんだからさーっていう風にね言っていや8年前のことでも今と同じように扱えばいでしょってこう言ってねあのそれを紹介した後に、まあ、ちょっとしたあのエピソードが書かれるんですよ。まあ加盟ということでねどういうことかっていうとあの57歳の上場企業の役員の方がですね、うん 5年前の飲み会に肩に手を置いてお酌をお願いしたということがセクハラであるとっていうふうに会社の相談室に相談が来ているんだとっていうふうにこう呼び出された。うんうん、で「晴天の霹靂である」とこう言ってるわけですよ。で自分はまあそのハラスメント研修とかねあのそういうこともまあ受けてるけども、まあ、それは最近のことなんだと。 ね、だから「いや昔もしかしたらやったかもしれないな」っていう風に「いやでもどうなんだろうでもそんなこと言われても」ってねこう言われてですねでなんとなく会社から「お前やめろ」っていう風にこう空気感として出されたわけなんですよ。で確かに5年10年ぐらい前だったらさ女性の社員さんがお酌をねしている会社もあったのかもしれません。 ちなみに私はそんなおぞましい光景見たことないですけどね。5年前は結構やばい5年前はだいぶやばい。10年前あったかもしれない。10年前ならまだあったかもしれない。はい、5年前を、5年前にやらせたらもうちょっとな。やばいよね。で、それを、で、皆さんにちょっと聞いてみたいんですよ。5年前、10年前ぐらいに、そういうふうに、今やったらちょっと NG かなーっていうようなことをですね、うん、言われたら、 アウトだいぶやばくないこれ。<laughs> それさ、こんな身の覚え、もう身に覚えがあるっていうか、酔っ払って覚えていないけれども、やってしまっているサラリーマンの比率って、そんなん、もの<う>すごい高いんちゃうそう。で、合わセントが決まってんか。それが、 フローザスタイルというですね、おっさんだメディアに乗ってるわけですよ。そんな読者おらへんのあれ、大丈夫なの、そんなのせって。で、しかも、これでここでさ、なるだけでもなんか不愉快じゃないですか。なんか、え何5年も10年も酒の席で終わってもいいひんようなことをね、あー覚えてもいいようなことで何やめなあかんのなもなんだよ、この野郎と。思うかもしれません。 ね、しかもなんかもうこんなもう映像までつけてるんですよ記事内に <laughs> <laughs> もう何なんだこれはともうもうおっさんべにやっぽいわって感じなんですけど皆さんなんとですねこここから本番なんですよ、はいこれね57歳の上場企業の役員が妻もいて子供もいるんです、ね、でそれで「いやーこんなことがあったよ」って。 帰ってね言うわけですよででも会社もまあ絶対やめろとも言われてないからあのまあ辞めるつもりもまだないんだけどひどくねえかと、うん、いうふうにこう帰って奥さんに言ったんですよ。うん、でそしたらねあの奥さんが何て言ったかっていうと「ああやっぱりね」って言われたんです。奥さん いやこんな記事載せちゃダメでしょ、おっさんメデやりにと思ったんだけど。で、ええ俺今、傷ついた、愚痴ってる話、妻にしてるつもりで、ええっ、ああ、やっぱりねって、えっ、どういうこと <laughs> で、まず頭が真っ白になるわけですよ。えっど、ど、どういうことって聞いたら。 いや,だからやっぱりって言ったのよって言ったらそのおっさんは57歳の人は怒りがこみ上げてきた。うんね、でどうなったのなんだよその言い方はってこう言ったらいつもはこの人はなんかちょっと揉め事があるとね夫婦でいさかいがあるとあんだよとかっていうふうに言ってそうすると奥さんはね何十年も黙ってくれてたんですっておいよう でも今回は淡々と怒鳴ったり威圧したりして相手を騙せされるやり方はもう時代に合わないということですよ。娘や息子、妻に対していつもねやってるようなことを会社でもしているんでしょ。訴えられて当然です。同情の余地はありません。<laughs> ちょじゃあこんだけ時間じゃダメでしょ、おいおいって。<laughs> ちょっと あ、DVO じゃんね。で、さらに、いや、上場企業教員役員ですよ。DVO アイゼ DVO アイで、上場企業役員なんけど、離婚突きつけられるわけです。離婚か、もう別居かどっちかだっつって。ええ、お前金どうするのって。もうお前にギャー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 言われてる間に何十年間副業者金貯めてたから大丈夫だよ。でちなみに子供たちも全部私の味方だよで、会社でそういうふうに告発され早期退職するのは、お前の身から出たサビだ <laughs> って言われてこの話はこれでおしまいですこんな,なんかもうひとつ万冊やすとみ清水友好会よりも救いないしかもおっさんメディアにのつどんなんだって衝撃もでもサブスクライブが5分の1ぐらいに減ってしまわないのですか <laughs> 大丈夫なんですけどでもいやこれねうもうこん やっぱ空気変わってるわけですよ、世の中。や完全にダメなんですよ、<laughs> もうこれ。で、この。完全にこれはあの、あれですね。あいや、はい。でも、重要な救いなんです、そこ。うんそうね、皆さん、うん、でも、この辺が寒くなってしまった人がいるかもしれませんが、<laughs> が、<laughs> そうね。家で 奥さんとコミュニケーションが取れてる方はセーフです。<laughs> <て> <laughs> 本当のラインはそこにあるんです。<laughs> で、あの時やったやつが蒸し返されたとか、そういうことは問題だ、実は。 お母さん奥さんとか子供、お子さんとかとコミュニケーションが取れてるような人がいきなりこんなわにはめられたりしないんですよ。いや、そりゃそうだよ。でもさ、あ疲れた。いや、さあ、ほんとあ。今日も疲れたんだけどおい、ちょっとお茶入れてくれるほんと。あ、今日ちょっと飲みすぎただからさ。あ今日なんかあったの、うん、俺もさ、いろいろ大変で。ああ、疲れた。ああ、ちょっと、あしちょっと出張だから、このジャケット、後でああいうのあってといてうう。で、なんかあったあ、うまい、うまい。飯もしめいめしめしまい,うまい ちゃんとコミュニケーション取ってますけど。もう <laughs> ちょっと話してますよ。<laughs> あ、待つ×!× <laughs> 待<つ>か!× <laughs> 待つか、分かった。じゃあ我慢して。<laughs> 俺が一家の大黒柱だぞ。何、ね、ここで飯食えてんのも、お前 <laughs>、まあまあ、よくやってんのも、もう全部俺の金じゃねえかよ。それなのに家帰って家族サービスしなきゃだめなの。分かって分かったら全部全部飲み込んで、我慢して、今日は家族サービスしてやるよ。 今日どこ行きたい？<laughs> これはどうですか？すこれどうですか？<laughs> これマウですか？うマインドもなんでそん自分上手なの？<laughs> ああもういや私独身じゃないですか。ちゃんと女性とコミュニケーション取れるんだったら私多分結婚してますよ。45歳独身ですよ。<laughs> 離婚経験者ですよ。 おかしいな、もうだいぶ前に反省したんです、私。いや、でもちなみにそんなことやってませんけど、ね、<laughs> 私いや。そんなことはしてない。そんなことはしてないんだけども、人もう気持ちはかるわけ、ねうん、気持ちは分かります。なぜかというと、そういうクソがいっぱい私もあり。<laughs> えそういうクソが周ばりにいっぱいいたんですよ。いっぱいいますよいや。いっぱいいます。だからでもいい。なので、コミュニケーションを取っていれば大丈夫だけ、ね、ど。取ってるって言われて、取れていれば。うん。 取れていればここはすごい大事。うん、取っているのと取れているのは全く違う、ね、まあ確かにね。確かに確かに。うん、ちゃんとこう<や>キャッチボールになってるかどうかですね。うん、取れている。取れていると取っているで大きな見分け方はですね。なんかああそうか、あそうだったか。しまったなって思っている、思ったことのある人だったら大丈夫だと思います。うんうんうん。反省があればね。まあいいや。 ほんと,とちょっとやばいかもしれない。<laughs> ちょっとやばいですね。<laughs> 俺はこんなに反省してるのにあいつはあんま反省しない。でも俺の方がちゃんと反省してるからな。ああ。これはだいぶやばい。ちなみにあの先ほどの記事はね、うん、あ,あのー、まずそもそもタイトルがですね えー、数年前のセクハラで訴えられた夫に同情の余地はない芸人だけじゃない思考停止で生き続ける50代男たちの松尾ってもう何かもう痛い。で、すかねそれでなんかそれ大丈夫なかその <laughs> で、えー、結びが時代は確実に変わっているこれまでの当たり前を押し通すことは思考停止を意味することといっても過言ではない考え続ける力これは大人にこそ必要なものなのかもしれないいや、それはまあ当たり前なんですけどいや、なので。 いでなんか起きたんちゃままあ、まあ,あのこういうそういうコーナーが一応あるはあるんですけど、はい、ただにしても今回は暑いずいぶん暑いなってやっぱり,やっぱりだえ何か大きな時代の変化が去年ありましたねうんあったねありましたねあ優勝したしね <laughs> <laughs>、まあ中まけでねちょっとあの 政治、芸能、経済と、これからの当たり前が崩壊していく。これはもう。すごい。え、<laughs> だって、ジャニーズはなくなったけど、まあ、あれはジャニーズだけだなんか、宝塚あれ、とんでもないこと起きてるけど、宝塚、うん、だけでしょでなんか、ダウンタウンの吉本もあこれ、これでなんかもう終わりで、俺の生活には何も関係ねえよ。なんか、日銀の大規模金融緩和ああ、なんか、よう分からへんねんねんねん、ねねね、大規模金融緩和ってカタカナなのっていう。 で石川県の地震が起きたことが大規模金融緩和のアンタラカンタラと関わっていや、まあなんかよくわからんない。よくわからんな,いな。ああ、もう今日はもう日曜日で明日仕事か。まあ、とりあえず仕事頑張れば給料入ってくるんでしょ。本当に続くと思う万博が成功すれば大丈夫かもしれない。<laughs> えと延命措置ねモルヒネが大量に打たれたみたいな感じで万博が大成功そ収めるようであればもうちょっとするかもしれないいやカタストローフ来てるよみんなこれあしかもあの2024年ね異常事態この動画を撮ったけどこれよりもあのやってくるスピードが速い想定よりもなので 結構やばい。うん、というわけで、あのこのカスタードスロープにですね、飲み込まれないためにもですね、浮き輪ぐらいにはなるかもしれない複雑さを生きるヒントがね、満載しておりますので、ぜひこれはね、買ってほしいなというふうに思います。まあ、計画製品の困難性というのはですね、これ不可能であるということを書いておりますので、えー、この動画だけのバージョンはですね、3万3000円、本割の場合は3万5000円で、安、え、富、ー、さんの動画後期がですね、もうなんか見切れるのかっていうぐらい。 ありますでこれどれぐらいあるかっていうとですねえっと確かあの二十何個か動画が二十六本かとにかく二十数本入っておりますのでまあ買い方をねえ YouTube 説明欄に書いてあるのでぜひ買ってほしいなというふうに思いますいやあの清水さん正直あのこの知ってんのよ松本人志だけねえ松本松本とか言ったりね「あっ地ときいたよだよだよ」とかって言ってるだけの方がさ 再生回数伸びるね。<laughs> ここまで見た方はかなり立派な人だね。いやもうここまで見た人はね、まずいやもう本買わなくてもいいよ。褒めてあげて <laughs> 自分のことばっよくよく。よくくでもしそれが私と同じアラフィフね、うん、あるいはあらかんアラウンドカンレキとかね、<laughs> 私より年上しかも男性がここまで最後まで見たら、もうね、それはもう。 菩薩になる修行もではないう本当にいやもう本当にちょっとね想像を絶する変化ですよもうずっと子供の頃から当たり前だと思っていたものがガッシャーンって変わるそれがもう本当にいや自信はつらかったけど象徴的な年になりそうだなというふうに思います まあそんなわけで今日も読書ということでチャンネル登録といいねよろしくーじゃあねー開花で YouTube 説明欄に書いてあります。